なんかすごい美味しそうな香りしない？炊き込みご飯作ってる。あ、うちへ。そうだよ。あ、うちへ。そうだよ。炊き込みご飯作ってる。あ、うちへ。そうだよ。あ、うちへ。そうだよ。俺てっきりちょっと開けてるから、うん、外のなんかお店の香りがなんかがして、うわうまそうなのどっか作ってんだと思ったら、お店ないか。お店ないでしょ、この山道。ちょっとなんかあったじゃん。あ、なんか変なのあったね。よくわかんない建屋。うん、なんかちょっとお店っぽいのがあったから、そこかなとか思ったら、うん、うちうち。あ、うちか。リアベッド。ありがとうございます。もうすぐじゃん。うん、なんか情報では水が今出てないとか出てないとか。あ、ここかも。ああ、あれか。で、水が出てなくて工事中とかなんとかって。ああ、くまモンがいる。くまモンが、おお、ほんでっけえ。道の駅の施設、あ、こっちに施設があるのか。ほほデディーン。くまモンを取る、ガッチャンを取る、むっちゃん。通潤橋だよね。水出てないけど、4月19日から放水開始するみたいで。開始再開。結構長い間止まったらしいからね。楽しみだね、これ。うん、ここね、道の駅の駐車場に停めて見に行けるんだって。おー、さあ橋まで行けるのかしら。はい、こちら通潤橋。やっぱりね、熊本地震の時に被害を受けていて、まだ現在修復作業途中ということですね。はい、通潤橋ですが、実はずっと放水されているわけではありません。そして今は修復中なので、4月の19日から放水が予定されています。ゴールデンウィーク最中は放水が見られますが、ゴールデンウィークが終わった後から7月の下旬までは農業のお仕事の方にお水を回すため、放水は休止されますのでご注意ください。さっきからさ、ずっとさ、井上陽水の半々時代が流れてる。半々時代。うん、半々時代か。うん、なんだっけ。半々時代ね。うん、はいはい、何時代。少年。少年時代。うん、流れてる。あれだよ、昨日までさ、ずっとさ、高校3年生とさ、リンゴの歌が流れてたからさ、エンドレスで。なんかようやく別の曲来たって感じする。なんだろそれ。好きな曲。何年生まれなのみたいな。60年。1960年かと思われた。さあ、今、下り坂を下ってますが、ちょっと峠越えたから、これから下りなんかな、ね、やっぱ登ってだけ下ってるんだけど、うん、ね、上り坂と下り坂さ、どっちが嫌い？え、上り坂と下り坂、いや、嫌な面、いい面って別々にあるから、うん、なんかどっちがいいかさ、上るのが気が楽かな。ほう、うん、気が楽、うんうん、だって他の車譲るだけで済むから、うん、下りの場合って、うん、嫌ごなしにスピード出ちゃうから、うん、それで車のスピードをどう抑えればいいかとか、この後カーブとかがあったりとかしたら減速を普段よりもしないといけないかなとか、うん、気使うところが多いかな。うちは上りは精神的に疲れて、はあ、下りは肉体的に疲れる。えー、えー、
助手席にいて肉体何もしてないじゃん何もしてないけどなんか上りはさ、やっぱさ、後ろ繋がっちゃうとさ、で、譲れる道とかさ、途半車線がないとさ、ひたすらさ、後ろの車、ああ申し訳ない、ああ申し訳ないっていう気持ちがあって、精神的にあれじゃ、気にしちゃうじゃん。まあよくね、あと何台あるよとか教えてくれるもんね、今後ろ何台だよとかね。で、下りは下りで、体力的にっていうのは、ちょタイヤの心配とか、ブレーキの心配とかをするから、そういう意味で下りは体力的に。あんまりね、心配しなくてよくて、どっちかといえば、うん、エアモニたまに見たりとかするしてくれるぐらいで十分だと思うけどね。あたご山展望台に来ております。なんて言ったの今。魚食べたい。これ見て。食べることばっかですね、お団子とかね。九州、うまいものいっぱいだからね。はい、いやー、湾曲線のわかるわかる。ね、面白いね。ね、あっちの島さ、ポコポコポコって3連になってて面白い。おー、かわいいね。やったふくらはぎ痛くない？もう痛すぎて分かんない。